天才バカボンバカボンのパパ、大梅市、赤塚藤尾会館のバカボンのパパの、立体像バカボンのパパは、赤塚藤尾のギャグ漫画、天才、バカボン、並びに、それを原作としたアニメの登場人物である。モデルは、赤塚のジップ、赤塚藤七であると言われている。以下、アニメ版についての記述は、第一作、天才、バカボンを基準に、元祖天才バカボンを、 第2作、平成天才バカボンを第3作、レレレの天才バカボンを第4作、深夜。天才バカボンを第5作と記す。左から時計回りに、母のリオ、バカボンのパパのモデルとされる藤七、息子の藤を天才バカボンの主人公で、バカボンとはじめの父。妻はバカボンのママ。誕生日は本人によると、 昭和元年12月元日のクリスマスの夜。これは昭和元年12月25日生まれのことと解釈される。連載初期はタイトル通り息子のバカボンが主人公でパパは脇役だったものの、描いてるうちにパパの方が面白くなっちゃったという理由で主人公に昇格した。青年月日は植木東や関根純造と同じである。連載開始が昭和十二年であったため、 年齢は41歳とされており、アニメ第2作後期エンディングでも、そのように歌われている。血液型は、バカ型という特殊型で、舐めると甘い味がする。パパ側の親族に関しては、わしの生まれた初めなのだ、わしの天才がバカになったのだで、一郎という名のパパの父親と、父親の弟が登場しており、二人ともパパに顔が、似ている。また、初めなのだでは、 パパの父親が子供代わりに飼っていた馬の馬の助豚のトンカチ鶏のダシオッ夫猫のシャミキチの計4匹のペットが存在していたがパパが生まれると用済みとばかりに出産祝いにすべて丸焼きにしてパパと父親に食べられてしまいおじを呆れさせた。なおこの庭ではパパの母親は登場せずおじが3年前に入院したと言っていた程度だったが その後、母を訪ねて三千円で登場。それによると、パパの母親は二十年前に、パパから三千円借金をしたのだが、その夜母親は突然失踪してしまったという。その後母親に再会したパパは、母親に三千円返してくださいと返済を迫り、さらに利子も請求するなど、借金と失踪がきっかけで母子の情愛がなくなった。なお、母親の名は、 前述のパパ誕生秘話では、マリアとなっていたが、母を訪ねてでは、トロとなっている。熊本県の7良城中学校、東京都のバカデン高校を経て、バカデン大学を主席で卒業。学級委員も務めた。大学時代のあだ名はキャロル、または、ノールス。バカデン大学の卒業式の日、東洋工業に入社して、松田キャロルを作るのだなどと言ったことがあったが、 結局は入社しなかった。妻であるバカボンのママと出会ったのも大学時代である。名前は不明だが、アニメ第1作の第1話で警官から生命を尋ねられ、バカボンと答えている。第2作ではママが電話に出た時に、バカボン家ですと応対している。また第4作では、背広の注文書の指名欄に、パパと書かれている。電話では、バカボンのパパなのだと名乗る。 本名は、みんな揃って不知をさんで、田中伝不知をと自分で言っているが、公認サイトにて、パパを得意の冗談ですとの回答があった。第2作では本館さんに、三丁目のバカ伝さんと呼ばれたことがある。公認サイトでは、バカボン一家に、名字はありません。表札に、バカボンと書いてあるのは、バカボンが迷わないで帰って来られるように、というママの優しさですと記されている。 映画、天才バカボンよみがえるフランダースの犬では、パパ本人がバカボンと名乗ったが、この名前も最終的には本当の名前ではないことが判明している。口癖はこれでいいのだ。タリラリラン、コニャニャチュハ、反対の賛成、賛成の反対など、サブタイトルのほとんどに使われている、なのだという語尾の多様も一般的にパパの特徴と見られているが、 原作初期は、だよ、じゃなど、普通の語尾で会話することの方が多かった。こにゃにゃち派は、当時投稿の挨拶などに多用され、現在でもラジオ番組の投稿に用いられる、挨拶の変形の元祖であるとされている。また、納得いかない事態に直面すると、国会で、青島幸男が決めたのか、ということもある。鉢巻きと腹巻きを身につけ、口元にヒゲを生やしている。 腹巻きは四次元ポケットのごとくいろいろなものが入る。鼻毛を伸ばしているように見えるが、原作によると実は髭である。腹巻きの下に履いているズボンの色は、アニメ版、第一作目では藤色だが、第二作目以降は青色になっている。性格は、子供っぽく、しかも子供の悪い面を体現したかのような、人物像で常に誰かをからかったりいたずらをしている。バカボン一家以外の彼を知る人物は、 そうじてパパをバカで意地悪と評する。小学校レベルの勉強ができない上に、常識や倫理観にも欠けており、面白がって取った行動が会社を潰したり、人の人生を破滅させたり、直接死に追い込んだり、動物虐待を行うことも少なくない。レレレのおじさんにもよく暴行を加える。ママによると、嘘をつけない人らしいが、実際は頻繁に嘘をついており、 いわば人を騙すことが多い。特にアニメ第2作以降では強調され、家族、本館さん、近所の人々、通りすがりの人々、バカデン大学の先輩後輩、動物、宇宙人などが次々と被害に遭っている。この嘘つきがたたってしまい、パパがトラックに跳ねられて入院した際には全く信用されなかったこともあった。子供に対してもバカボンの白製を作ろうとしたり、 はじめをサーカスに売り飛ばすなど気候を繰り返している。忘れっぽいところもあり、バカボンと強盗ごっこをしてそのまま置き去りにした時はバカボンに言われるまで忘れていた。普段は尻滅裂、破天荒な言動をしているが、友人の前で嘘をついてでも見栄を張ろうとしたままを批判したり、家族思いな面を見せるなど、優しさや、至極くまっとうな面も持ち合わせている。また、 バカデン大学の先輩には頭が上がらない。原作漫画では登場人物が死亡する描写が多く、そのほぼすべてにバカボンのパパが関与している。些細などうでもいいことで相手に殺害をほのめかしたり、実際に犯行に及ぼうとしたことも何度もある。アニメでも何人か死亡している。声優が変わったアニメ第3作以降では、第2作ほどのハイテンションではなくなっており、 本当は知っているのに知らないふりをしてみたり、第5作では特撮ヒーローについて解説するなど比較して常識的に見える部分もある。死亡のパターンは次の4つに対別できる。原作者の赤塚不二夫はパパは無職でないといけないとしているため、原作、アニメ共に基本的には無職ということになっている。しかしアニメ第1作中盤からパパが無職なのは 子供番組として良くないというテレビ局の要請で、赤塚の断りなく植木屋と設定され、赤塚はこれに憤慨した。脚本家の雪室俊一は、この要望に一番困ったと言い,い、スーツ着てネクタイして、サラリーマンというわけにもいかないし、しょうがないから植木屋さん、とという理由で、植木屋にしたと DVD ボックスの特典ブック、バカボンのインタビューで語っているが、 テレビ東京の2015年6月8日放送の大人も知らない大人の事情では会社だと決まったところへ行く。植木屋さんはいろんな家に出入りして話が膨らむと話している。原作回帰をした第2作第1話の冒頭では様々な職業の格好をしたバカボンのパパの偽物が現れるが本物のバカボンのパパがそれらを追い出すというシーンから始まった。その他に クリーニング屋の従業員、動物向け化粧品のセールスマン、家庭教師、大工、サラリーマン、警備員、僧侶、養殖の料理人、変わったものでは、唐辛子の味見がかり、下駄製造会社社長などいろいろやっているが、すべて雇い主側から解雇されたり辞職している。アイロンを放置して、クリーニング屋を火事で全焼させたり、 取引先に暴言を吐いて勤務していた会社を倒産に追い込んだり、健康被害を起こしたり、社長を発狂させるなどろくなことをしない。自動車免許は持っておらず、無免許で車を解暴走を繰り返し道路、交通法違反で検挙されている。その時ばかりは反省していたが、車輪付きの椅子で街中を爆走し、逮捕しようとしたおまわりさんを逆にヘリクスで言いくるめたり、 陸でボートを漕いだり、戦車で家を襲撃したりと、同行法違反は日常茶飯事である。第1作、第72話では運転免許を取得するため自動車、教習所に通っていたが、無免許運転発覚で免許を取得することができなくなった。しかし、人のトラックがパンクしてるのを見て、足はパンクしないのだと言って、免許の取得は諦めた。 アニメにおいてパパは歌が特に上手で歌唱大会などでその歌声を披露して周りを虜にすることもある。母さんの歌を歌って強盗や殺人犯、無線飲食や痴漢などの犯人を白状させたこともあった。なお、お箱は傷だらけの人生、仁義、矢切りの私、北の宿からである。第二作では頻繁に主題歌、同様。 替え歌などを歌っている。レバニラ炒めが好物で、しばしばこの料理の名を口にする。おでんでは、タコの足が好みで、ちくわが嫌い。以前は唐辛子、タコ焼きも好物だったが、二つとも何らかの理由で嫌いになった。タバコも吸うが、そのシーンはあまり出てこない。アニメ第三作では、ハイライトらしきタバコが出てきている。もともとは初めをもしのぐ天才児で生まれて、 すぐに、天井を殿下ユイガドク独尊と口にし、家庭教師を務めたり自動車の修理を簡単にこなしたりしていたが、アクシデントによってバカになってしまう。なお、バカになった経緯は原作とアニメでは若干異なる。なお、アニメ第一作、第四作では、バカになる経緯を描いたエピソードはない。ありがとうございます。